今日の話は花坂じいさん。ポチという白い犬がおったんじゃ。それはマサナおじいさんというじいさんがおってな、そのマサナおじいさんが飼っていたワンコやった。かわいいんやった。そのポチが急にワン言うて、ワン言うて畑をおじいさんは引き戸を開けるとポチが寝ている。おお、ポチ、お
う帰ってきたんかな。そろそろ朝ごはんにしよっか。ポチ起きろ。はい、ちょっとどうした。はい、待ち待ちね。冷たい。ポチ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 、お前なんで死んでるんや。お前ポチ、バーナーバーナー、ね、どうしたんですか。じいさんポチは死んどる。ポチなんでなんで死んだ。ポチ頭から血が出て、まさか隣のじいさんがこんなこと。いやいや、あのじいさんはそんなことする人じゃないぞ。だって頭から血が。いや、何かの事故があったんやと思うわ。あの人はそんなことをする人じゃない。まあ、ポチかわいそうやけど、裏の木の根元に埋めてやろう、言うてな。かわいそうに泣きながらポチを木の根元に埋めたんや。そう、その翌日、じいさん、ばあさん、ちょっと待って、ポチの声が聞こえるぞ。じいさん、ばあさん、どうした、どこに、どこにある。ばあさんが気づいた。裏の木の下のお墓から聞こえます。ポチが喋ってるか。でも上から聞こえる。木が喋ってる。じいさん、ばあさん、どうしたポチ。お前は木になったのか。はい、木になりました。そうかそうか、出世したな。大きくなってそっか、木になってうちを守ってくれるというわけか。ありがとうなポチ。ポチは幸せでした。じいさんとばあさんにお礼がしたい。お礼、お礼なんていいからそこでゆっくりわしらを見守って聞いてくれ。僕を切ってください。切るとかね、切るってなんや。え、この木を切ってしまえということか。そうです、そうです。切って薄にしてください。薄薄というと、あの餅つきペタコペタコのあの薄か。そうです。おう、なんで。そうするとじいさんとばあさんが幸せになります。幸せ、いや、もう幸せは十分もらってるからいいんだ。お願いします。お願いします。言われじいさん、ポチの言う通りにしてあげましょう。いや、ばあさん、だってこの木切って。そっか、そうやな。ポチの言うことを、頼みを聞いてやろうか。切ったらしねえよ。ところが、どっこいポチさん、切って薄にしたらポチが喋る。はよ、ここで餅ついて。うお、薄が喋っとる。餅ついて言うとるぞ。じゃあばあさん、餅米炊いてくれ。はいよ、わかりましたよ。餅米をたくさん炊いて、その薄でぺったんこぺったんこ。餅をついたら、なんとびっくり、ツルツルピカピカのお餅が出来上がったのさ。そのツルツルピカピカのツルピカの血を村に持ってったら配ったら、おう、これはうまそうじゃ、いくらじゃと聞かれた。え、お金はいらんと言ったんだが、こんなに素晴らしい餅はないぞ、買わせてくれと、みんながお金を払ってその餅を買った。あら、商売になるじゃないの。ばあさん喜んだ。その餅をとにかくつきまくり、それをたまにかく売りまくり、お金がすごい入ってきた。それを見た隣の意地悪じいさん、なんじゃと。ちょっと待て、ちょっと待て、それ、その薄、欲しい。うん、欲しいと言って、盗んでしまった。この薄で餅をついたら、金銀がザックザク入るって。よくしゃ、やべっとこ、べっとこ、いくらついても、金銀財宝は出てこない。なんで出てこんだよ、これ。これはもう燃やしてしまおう。こんな薄は燃やしてしまうぞと言って、裏の畑でボン、燃やしてしまった。そう、だから裏の畑でやったんよ。そしたらな、灰ができた。うわ、汚い灰ができてしまったわ。まあ、これはなんか肥料になるから、そこ置いとこうか、ほっとこう、言うて、
放っておいた。で、まさなおじいさんが臼を返してくれって言いに行ったら、ああ、あの臼はすまん、燃えてしもうた。へえ、こっちが燃えたんや、こっちじゃない、臼だよ。臼燃えちゃった、あの裏の畑にあるから。ああ、また中の事故があったんかもしれんな。え、臼燃えてしもうた。ああ、また灰になってる。ああ、こんなんなってしもって、こっち。その灰を持った瞬間、急に強い風が吹いてきた。うわー、とんでも、あ、とんでもだ。あらら、その灰が飛んだ先に、枯れ木があったんじゃが、その枯れ木に、ポツ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 と、花が咲き始めた。え、うそ、この灰がかかった枯れ木に、花が咲く、こんなん見たことも聞いたこともないで。もう一回やってみようか。この灰をぐっと掴んで風にふわっ、ああ咲いてる咲いてる咲いてる、あっと咲いた、花が咲いた、すごい、うわあ綺麗だわ、これはいいな、うん、この灰を持って行って村中の枯れ木に花を咲かせてみようか、うん、行くぞ、うわうわうわ、村中が花だらけになった。それを聞いたお殿様、誰じゃあの枯れ木に花を咲かせたのは。ああ、確か隣村のじいさんが灰を持ってパッパパッパやってるのを見たという噂があります。ああそうか、そのじいを連れてこい。はっと言って、お侍さんがその灰をまいているおじいさんを探しにやってきた。どこにいる、花を咲かせるじいはどこだ、殿様が褒美を取らせる、誰だ、どこだ。ほ、意地悪じいさんがそれを聞いたので、ちょっと待って、褒美を取らせるって、ちょっと待って待って、まさかあの灰が花を咲かす。となると、この灰を持って行って、うん、お殿様の前でパッと花を咲かせれば、まあ、ご褒美いっぱいもらえると。この灰でたくさん花を咲かせて、お金いっぱいもらうぞ。と言って、お殿様の前に現れたそのじい。お殿様！お、来たか。そなたが花を咲かせるじいか。はい、私が花咲かじいでございます。では行きますよ、行きますよ、よいしょ、それーと投げた灰が、お、どこに行った、その灰は、あ、どこだと口を開けて、殿様のここ、ここ口の中にスポン、おっ、おなんだ、灰をわしの口の中に入れるとは、なんというまずさじや。お前はなぜ私の口に灰を入れたんだ。ああ、これは褒美どころか、首を取れ、首、いやいや、それだけはやめてください。ちょっと待った、失礼します、このじいは灰を間違えて持ってしまっていただけです。まさなおじい、お前なんでここに来た。じいよ、灰の持ち方が違うんじゃ、ぎゅーっと持ったら固くなるやろうが、優しくふわっと大切なものを扱うように持つんじゃ。これはポチじゃ、あのかわいいポチが灰になったんじゃ。だからぎゅーっと握ったらあかん。優しく握って、ふわっと投げる。上から投げたらあかん。下からふわ。下からふわやで。わかったか？下からふわ。下からふわか。わかった。持ち方違ってたんや。もらえるか？なら行くで。
あんたのこのポチを、いや、わざとじゃないやで、わざとじゃないけど、石ポンって投げたら頭に当たって死んでもたんや。もう申し訳なかった思ってるんや、おまっすぐ、あの、ウスも燃やしてしもうたけど、あれはちょっと悔しくて、悔しかったんや。もうええ、昔のことはもうええから、さあ、花咲かせようから持ってきた、いっぱい。これ、使っていいから、もうどんどん使えばいいほら。それ、ああ、咲いてるわ。それ、あ、綺麗やわ。それ、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 それ。おかげで村中の花が咲き誇った。まさなおじいや、ありがとうな。ありがとうはこっちのセリフやわ。わしを助けてくれてありがとう。これからは仲良しような。助けようっていこう、うん、いや、あんたが羨ましかったんじゃ。羨ましいとついつい意見してしまう、意地悪してしまう。いやいや、ごめん、もうそんなこと考えんと。本当にこれからもよろしくな。ああ、こちらこそよろしくな。殿様はそれを見て、おお、お前たち友情は素晴らしい。友達を思うということは素晴らしいことじゃ。ああ、この口の中に 入っちゃったけどそれは許せ。この村中の枯れ木を今から花盛りにしてまいれ。二人は頭を下げて、ははーと花だらけにした村を誇らしげに歩いて帰ったさ。花咲かじいさんの話はこれでおしまいじゃ。今日は最後まで見てくれて本当にありがとう。みんなの笑顔に救われました。みんなの笑顔でごっちゃんの心に花が咲きました。お気に、ありがとうございました。以上です。